はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ウィニングポスト9、続きやっていきましょう。4月の1週からですね。今週は確かレースはなかったよね。はい。ネクストいきます。はい、いろいろ出てますね。うん、かなり出てるぞ、これは。ピュアが、まあ、この辺で買ってくれると嬉しいね。で、プレミアム、そしてまあ、シルキーか。あとまあ、マルガイ。で、キングマルガイがいる。マルガイ、調子落ちてますね。どうなんかな今。あー、ずっと落ちてるって感じやな。まあ、このレースは出すんですが、まあ、この後、一周出したいね、これは。はい、これで行きましょうかね。そして、ネクスト行こう。まあ、とりあえず今回は、ま、いろいろ出走すると。まずは、ピュアですね。はい、まあ、これはネクストでいいかな。お、勝った。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。勝ちましたね。そして、プレミアム。あ、人気あるね。ちょっとこれも見ましょうか。ここうまくこっちも勝ったら嬉しいですね、これね。あ、大丈夫そうか？外は、大丈夫そうですね、これね。うん、大丈夫やね。よしよしよし。いや、いいじゃないですか。なかなかね。OK。さあ、とりあえず、プレミアムも勝った。よし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 。順調やな。ちょっとコメント聞いとこうか。どう？うん。バランスいいと。そして、まあ、得意距離と。さあ、次はシルキーですが、あ、3番人気か。あ、ただ、マイネラブがいて、で、あ、エルコンいますね。エルコンドルパサーいるので、まあ、これ間違いなくエルコンドルパサーやろ。もうこれ見なくてわかるね。エルコンドルパサーも間違いないわ。ぶっちぎるやろ。あ、いい位置、俺？いやー、なんとも言えんな。4着くらいか、これ。まあまあね。そらそうよ。そらそうですよね。うん、逆にさ、逆にさ、ちょっとあれやけどね、ま、応援したくなるよね。負けてほしくないもん。うん、ここでエルコンドルパサーに。オッケー。まあ、あれじゃないですか。うん。まあ、こんなもんじゃないですか。このメンバーだったら。悪くない悪くない。さあ、丸貝来ましたね。お、人気あるじゃん。人気はあるよ。3着。うん。そしてまた丸貝来ましたね。まあこう手がかかる方が可愛いって言うやろ。うん、そういうことよ。外れとかじゃねえから。うん、ちょ、確認しとく？外れかどうか。ちょっと確認しとこうか。丸貝、17戦2勝。うん。ほら、いいやろ。スピードまだ出てないけどね。なかなかいいんですけどね、マジでね。これ一周出しとこう。そして、丸貝はね、はい、こんな感じですね。外れじゃねえかよ、つって。いやいやいや、わからんよ、まだ。わからん。成長早めやけど、わからんよ、まだ。シルキーは、シルキーそこそこ頑張ってますよね。ただ、まあ、でも、使いたいっちゃ使いたいな。休んで、ちょっとあれでカバーしましょうかね。絆を使ってって感じで。はい、ネクストいきます。あ、今回あれですね、種付けもありますね。まあ、今結構いい調子に来てますからね、自家生産ね。なかなか、うん、自分の思い通りというかね、に来てるので、ちょっと楽しみですね。さあ、お守りもらえて、ここはまあネクストでいいね。で、5月ですね。さあ、5月に入ったと。で、調査がね、出ることはできなかったと。OK。じゃ、調査ちょっと代わりに違うとこ使いましょう。あ、まあまあいいところやな。なんかちょこっと、そうやね。まあこの辺でも使おうかな。はい、これでいきます。うん、いいですね。そして、種付けいきましょうかね。
はい。まあ、頭数もね、増えてきたので。いやー、ちょっと楽しくなってきましたね。さあ、まずは、どうしましょうかね。まあ、今回もね、とりあえず、スピード重視でいきますね。これ誰やったっけ、今。カプリ調査か。カプリ調査ね。カプリ調査結構、いい子生まれてるんですよね。うん、爆心音もいいですね。まあ、ウォーニングもいいな。どうしようかなと。うん、ヤマニゼファーもいいですね。ヤマニゼファーいいな。しかもヤマニゼファー自体は好きなんですよね、俺。スキャンもまあいいよな。そうですね、これはまあアフリートでいこうかな。はい、決定。さあ順番にどんどん決めていこう。まあちょっと種付けはね、時間かかるんですけどね。うん、いいね。いいな。ダンスインザダークにすっかな。まあ結構好きですしね。はい、行きましょう。つけます。さあキングダートやね。そうかそうか、ダート来たね。ちょっとこれは大事じゃない。このダートの一族作っていきたいよね。そうですね、ダートはまあ、さらにちょっとスピードを上げたいよね。 B でしたよね。あー、ウォーニングいいな。ウォーニング使いやすいですね。うん、ウォーニング結構使いやすいな。ウォーニングでいきましょう。はい、これでいきます。そしてゴールデンジャックですね。ゴールデンジャックはまあダンツシアトルもいいですよね。使いやすいよね。ダンツシアトルでいこうか。せっかくなんで使いましょう。そしてキングマジックですね。はい、この辺もねかなり使いやすい。さあマジックはオグリキャップでいきましょう。はい、オグリキャップでいきます。さああとはこんだけはね決めるの。あー、キットとかグルーブいますね。この辺も決めないといけないですね。さあここはまあ配合 B か。いや、C 行こう。ちょっと C も軽く見ますね。爆心王か。そんな良くないな、正直。そんな良くないですね。 B もね、でもそこまで良くないんですよね、これ。まあ爆心王にしとこうかな。はい、これでいきます。さあ、次がプレミアムプレスだね。プレミアムプレスはそこそこの馬生まれるかもしれん。どうしましょうかね。うん、スキャンでいきましょう。 OK で、鶴丸ガールですね、次ね。鶴丸ガールは、
サンデーサイレンス、桜爆心王、ウォーニング、ニグチケットか、鶴丸ガール、そうですね。どうしようかな。鶴丸ガールは、まあこの辺でいこうかな。そしてキットですね。キット、さあキットとか使いやすいかどうかやね。オペラハウスいいですね。オペラハウスなかなかいいね。ただキットスピード上げんとちょっと戦えんよね。キットは確か、スピード重視していくか、全体的にちょっと上げていくか。そうですね。まあ、オペラハウスで行きましょうかね。はい。で、行きます。そして、グルーブですね。まあ、グルーブも、わからんよ。コア走るかもしれんよ。グルーブどうすかな。結構いいね。いや、グルーブ使いやすいですね、これね。白体制か。白体制もいいね。つけましょう。はい、これでいきます。そこそこの馬ってかね、これ走る馬、できますよ。なかなか順調にね、上がってきてますね。さあ、ネクストいきましょう。まあ、2000年あたりになったら、自家生産もね、まあ、自家生産が、まあ、かなり活躍してる年じゃない？今、まあ、超大物も入ってきてますし、まあ、2000年、もうちょっとかな、2002年。さあキングチョウですね。ここチョウは勝てるか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ。さあどうだこれ。まあ伸びてきそうですけどね。よし、抜けるかな。オッケー、大丈夫ですね。よしよしよし、勝ちましたね。強いわキングチョウと。まあ調査、まあこの兄弟は頑張ってますね。よし、とりあえず、まあまあそこそこいいところ取りましたね、これで。賞金乗せたと。OK。で、今回種付けね、ところちょっと乗せたんですが、まあ時間ね、結構かかるじゃないですか。なので、まあちょっとカットしたり、まあ今回みたいにね、飛ばさず出したりという感じでやっていきたいなと思います。まあ、その時の気分ということでね。調査。まあまあいいね。調査 OK。蝶は？蝶どう？まあ、出してみようかな。で、その後、まあ3週くらい休みたいですね。はい。これで行きましょうかね。ネクストじゃなくて、ちょっとシルキーを確認したいよ。シルキー、まあシルキーに一つなんか使うかもしれない。さあネクストいきましょう。さあ土曜日のレース、シルキーが出走。人気ありますね。はい、いきましょう。人気はある。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはオールティグレス。さあ上がってきますかね。まあ来てるんですが、しかも大鳥か。大鳥倒せ。よし、オッケー、来ましたね。よしよしよし、キングシルキー来たね。これでダービー行きます。ダービー5。オッケー、シルキー勝った。ナイス。いや、やるね。スピード能力結構いいもの持ってると。しかも自家製サンバですからね。よしよしよし。
いや、いいとこ取りましたね。さあ、マルガイが出走ですね。マルガイどう？なんか、なんとも言えん調子やね。さあ、オッケー。嬉しいね、これも。はい、サンキュー。そして、シルキー、ダービーですね。よしよしよし。まあ、これで、ダービーの時に、スピードいいもん全然持ってねえわ。ディープラじゃん。ネックスト行きましょう。まあでも取ってくれたの嬉しかったね。さあ、オッケー。いや、ちょっと迷ったんすけどね。絆コマンド使うかどうかね。ただこのダービーの時に使える。まあこれでいいよね。うん、まあここはいいかな。ピュアとプレミアムが激突か。ピュアとプレミアムが激突。うん。なんとも言えんな。で、調査ですね。で、シーキングザッパールが出走と。まあ、それはいいか。ネクストいきます、ここは。ネクスト。で、次ですね。ちょっと絆コマンドを使っていく。はい、これダイジェストいきます。まあ、投資5ありますからね、シーキングザッパールは。さあ、伸びてきてますが、どうだ？前も伸び良さそうやね。これは、いけるか？さあ、シーキングザパール来てるんですが、これは、負けたね。負けましたね。久しぶりに負けた。うん、素晴らしいね。はい、まあまあいいでしょう。さあ、土曜日のレース、来た、調査来た。ここ勝ちたいっすからね。まあ、ただ人気はないね。さあ、調査を信じて、どう？調査伸び、いや、なんか行こうかどうしようか考え中やな、これ。いや、いけるぞ調査もう一伸び、うわー、2着やな。でもさ、アグクマポーロとここまで戦える？やれるぞ、これは。調査も。いや、これはなかなかやった。でもね、誰と競っとんかなと思ったんですけどね。うん、そう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 、そういうことよ。褒めていい、褒めていい。ピュアとプレミアム、これどう？ピュアの5着が最高でした。見なかったことにするわ。アグマポーロとさ、いい、あれやったね。レースやったね。で、超来ましたね。超で、そしてプレス。で、また調査がね、出走と。はい。何するって？あ、ちょっと待って待って。決めてなかったか。ちょっと決めますね、これ。さあ、ダービー来ましたね。うん。スペシャルウィーク。そしてセウスカイで、キングヘロもいますね。うん、なるほど。ちょっと確認しようか。あー、シーキングザパールね。あー、やっぱ上の方は、アウガポロいますね。こいつはね、かなり強いですよ。はい、こんな感じで。まあ俺よくね、こいつは所有してますね。98とかの時は。めちゃくちゃ使いやすいですね。で、後でまあ使っていけると。つうかさ、スペシャルウィークよ。スペシャルウィーク、どこおった？おらんか。セウスカいますね。スペシャルウィークいましたね。スペシャルウィークが取ったんか。サツキね。ああ、ほんとや、サツキ取っとるね。日刊って言ってましたもん、さっきね。そうか。史実はセウスカが取ってるんですよ。で、ダービーはスペシャルウィークが取って、菊花賞。菊花賞は、セウスカがまた取るんですよ。めちゃくちゃ強かったね。菊花賞のセウスカは。
まあここちょっと変わったって感じだね。はい、まあこんな感じですね。書いてますかね。ああ書いてますね。サツキね、サツキセーフスカイでキングヘイローね。この前ちょっとキングヘイローねニュースになってましたね。でキングヘイローはまあこうダービーね、あのまた出てきてたんですが、その後マイルの方に行ってね、マイルの方でまあ活躍すると。これ何しようと思ってたっけ。あーあれやな、まずエルコンじゃないシーキングザパールね。シーキングザパールのちょっと決めないといけないですよね。あ、ちょっと待てよ。矢先ねで待機シャトルとぶつける？久しぶり戦うか。うん、まあ海外の走ってもまあ、しゃあねえしな。ちょっと矢先ね行こうか。もう矢先ね待機シャトル、めちゃくちゃ怖いけどね。まあちょっと戦いたいね、でもね。あとは、そうですね。まあ、この辺でいいかな。よし。ちょっと待ってよ。能力見よう。能力じゃない。で、この後、ちょっと待ってよ。どうしようかな。あとは、そうですね。まあ、どこか取りたいやつあるかって言われるとね、まあそれなりに走っとけばいいっすねそんな感じやね。なのでまあこの後まあ3周ほど出してちょっとまた考えます。シーキングザパールはね、まあとりあえずこんな感じでいきましょうか。まあ待機シャトルちょっとぶつけましょう。そして絆を使わないかんだよね。絆をシルキーに使うよね。はい、使います。はい、シルキン使ってまあ上げると、これで OK で、あとはですね、ここはあと何使おうかな。まあこの辺使ってもいいね。あーでも上げたやつおる？おらんね。そしたら、まあ、この辺を使おうかな。違う、これ誰にした今。ちょっと使いましょう。はい、1投目ね。ゴールデンジャック、そして鶴丸ガールと、これで OK。 よし、そしてネクストいきましょう。うん、まあ順調ですね。いい感じ。さあ調査出走、まあ人気はそこそこ。うん、これは勝てるかもしれない。さあいい位置いますが、伸びてきてないか。まあ今回も一生懸命走ってるって感じだね。4着と。うん、4着ね。さあ次はキングプレス出走、ここは7着で、チョウが出走ですね。まあチョウいいか、これはネクストいきましょう。お、2着ね。そしてシルキーですね。うん、3番人気と、スペシャル以下1番人気、そして、2番がセーフスカイ。ようこの中入ったな。ダイジェストいきましょう。いや分からんよ、スピード D プラス。信じてくれ。D プラスの強さ。さあ、セウンスカイが来てますね。お、スペシャルウィーク来てる来てる。いいね。さあ、シルキーは足りん、スピード。いや、でも一生懸命走っとる。なんとか。お、スペシャルウィーク取りましたね。うん、強いね。ただ、俺、菊花賞はさ、セウンスカイが取ると思うな、これ。そんな感じしますよね。うん、素晴らしい、これは。よし、5着。ダービー5着やよ。うん。いや、十分やろ。鶴松通し来とんじゃん。
よしよしよし。悪くない悪くない。全然悪くないよ。ダービー5着って言ったらね。お、完璧ですね。よし、しかもいい感じにね、黒字にもなってます。さあ、ただこの後ね、まあ、どうやってちょっとシルキを使っていくかって感じですね。まあ、そこは使ってもいいんですが、まあ、あの、機関車は無理ですからね、距離的にもね。まあ、ちょっと走らせやすいところに行こうかな。さあ、安田記念来ましたね。うん、そうやね。本当にこれが決闘だ。さあ、シーキングザパール。そして、待機シャトル。よし。やるぞ。お、さらに成長したシーキングザパール。まだまだ強くなると。おう、ありがとう。蝶の走りよかったやろ。お、どんどん来ますね。いいじゃないですか。お、できたできた。よし。ですね。まあ、調査はまあいいとして、まあ、蝶ですよね。蝶を、ああ、休む感じか。うん。でもね、瞬発エスプラ、賢さエスプラ、まあ、パワーは C。まあ、でもそこそこやってくれそうやね。うん。なかなかいい感じになってきたな。ネックスと行きましょう。いや、これは最高のレースですね。来ましたね。さあ、人気はね、まあ、若干勝ってる。一番人気。シーキングザパールがね。で、待機シャトルもね、投資5と。投資5、のぶつかりですね、これ。まあ、石尾サンデーとかね。まあ、その辺の。あ、サイレンス鈴鹿もいますね。うん。いいんじゃない？ちょっとこれレース行こう。ちょっとこれ自家生産と全く関係ないですけどね。ちょっとこれ見ましょう。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠のつくばシンフォニーゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはシーキングザパールスタートね。ノーバも好スタートを切りました。アライドフォーシス。さあ、これはちょっと楽しみですね。シーキングザパール黄色の帽子オリエンタルエクスプレス、その後ろすぐ隣。やっぱり待機シャトル、この時代はね、本当無双でしたからね。サイレンス鈴鹿、桜スピード、サイレンス鈴鹿もいますね。その隣に待機シャトル。さあ、待機シャトルもいると。いや、これはね、チャンスあるよ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ、先頭はまだ5番アライドフォーシス、2番手はシーキングザパール。これは絶好の手応え。絶好の手応えか。さあ、直線ですが来てますね、待機シャトルが。うわ、どうだこれ。頑張れよ。もう一伸び。うわ、マジか。こんなレース、バカな。うわー、負けたね。いやー、素晴らしいな。さすがやな。さすがやな、待機シャトル。強えわ。いや、ここまで、まあ、レコードね。いやー、競りましたね。まあ、最後ちょっと抜けましたけどね。マジか、これ。やっぱ強えわ。まあ、実際シリーズ取ってますんで、待機シャトルがね、安田記念を。強えな。いや、いいレースでしたね。いや、ゴリッゴリに成長してるんですけどね、このシーキングザパールはね。いや、でもいいレースだったな。これを自家生産でやれれば最高なんですよね。まあ、ゴリゴリに成長してますよね。
いや、いいレースだな、でもな。はい。まあ、ということで、行きましょう。ここはネクストでいいかな。さあ、エンプレス。この辺はちょっと厳しいよね、もう。さあ、そして丸貝が出走。相変わらず調子上がってねえな。また下がってきとるんじゃん。丸貝？キング丸貝か。ネクスト行きましょう。絆はどうしようかな、今回は。誰に使いますかね。さあ、丸貝出走。お、勝った！信じてあげんとね、やっぱね。勝ちましたよ。調子とか関係ねえから、丸貝に。さあ、ここは、しっかりちょっと使わないといけないですね。さあ、調査は、全然稼げてないな。確かにね。うん。まあ、このままでいいかな。はい、これでいきます。そして、シーケンザパールは OK で、絆使いましょう、ここ。出会いも使っていきたいですよね。まあ、あとは、そうですね。出会いかな、やっぱ。出会い大事ですからね。さあ、出会い使っていきましょう。騎手行きましょうか。まあ、調教師も、ね、ちょっと使っていきたいけどね。はい、OK。まあ、どんどん使っていこう。もう一丁使っていこうかな。はい、使います。はい、で、ネクスト行きましょう。さあ、シーキングザパール出走ですね。闘志ね、4に落ちてます。まあ、ここちょっと勝ちたいですね。ここきっちり勝って。さあ、ぐっと伸びてきてますね。お、なんかさ、今、行くぞって感じ出たね。さあ、ただ、どう？大丈夫？これ。いける？いけるかな？うわ、マジか！ 2 着と。そうか、ここも2着か。まあ、一旦休んで、うん、まあ、そっから行きましょう。一旦休養だ。さあ、土曜日のレース、日曜日のレース。そして、キングピュアは、ここは、4着と。ここは勝つって言いたかったけどね。4着。そして、プレミアムは、定位置と。はい、6月はこんな感じでした。まあまあですかね。うん。まあいい感じに増えてきたね。さあ、4と言いますよ。今回もね。さあ、蝶が出て、ここちょっと稼ぎたいね。で、エンプレス、プレスか。蝶はどうなん今。あ、上がってきてますね。オッケーオッケー。で、CQサバルが戻ってきた。はい、これは嬉しいね。はい、ということで、今回はですね、ここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。